プレートの手前にある人型の彫刻がフォールンアストロノートフォールンアストロノートは高さ8.5センチメートルの宇宙服を着た宇宙飛行士のアルミニウム製彫刻宇宙開発の発展において死去した宇宙飛行士を追悼するためのものである1971年8月1日にアポロ15号のクルーによって月のハドリー山に置かれたこの彫刻はベルギーの芸術家 ポールヘイドンクが制作した。彼は夕食会でアポロ15号ミッションのコマンダー、デイビッド・スコットに出会い、宇宙開発の発展のために死んでいった米ソの宇宙飛行士を個人的に追悼するための彫刻を依頼された。その際いくつかの制約条件も与えられた。具体的には彫刻は軽量で丈夫、なおかつ月の高温、低温にも耐えられること、 さらにその彫刻から、男女、民族の区別ができないようなデザインをしていることである。さらにスコットは商業化を避けたかったため、ヘイドンクの名は公にされない予定だった。1971年8月1日、ホールがストロノートがアポロ15号のクルーによって月面に置かれ。 その傍らに8人のアメリカ人宇宙飛行士と6人のソ連宇宙飛行士の名が刻まれたプレートが置かれた。メンバーは以下の通り。後年デイビッド・スコットは、不幸にもここからバレンティン・ボンダレンことグリゴリネ・ネリューボフの2人の名が抜け落ちていると語り、これは当時ソ連の宇宙開発計画を取り巻く機密主義のせいで彼らの死に気づかなかったと説明している。 加えて1967年に二人のアメリカ空軍宇宙飛行士が死去していた。マイケル・ジェームズ・アダムズは X-15 事故で初の黒人宇宙飛行士であり、有人機動実験室計画に参加していた。ロバート・ヘンリー・ローレンス・ジュニアは訓練中の事故で他界していたが、二人ともプレートには記載されていない。ただし、両者の名はケネディ宇宙センターにあるスペースミラーメモリアルには、 記載されている、ホール・アストロノートに関する質問とヘイドンクによる返信。かつてウィキペディアには、ホール・アストロノートに関する誤った情報が書かれており、ベルギー人のヤンス・スタウルモンズが質問状を送ったフライト後の記者会見で、クルーがこの彫刻について述べたところ、国立航空宇宙博物館は、一般展示するためにレプリカの作成を求めた。クルーは、 with, good taste and without publicity という条件の過去レに同意した。CBS のニュースキャスター、ウォルター・クロン・カイトが、アポロ16号の打ち上げ放送の際、ホールンアストロノートとプレートを月面における最初の芸術として、初めて紹介したその翌日の1972年4月17日に、レプリカはスミソニアム研究所に送られた。現在は、 プレートのレプリカと共にナショナルモールで展示されている。1972年5月、スコットは制作者である、ポールヘイドンクが彫刻のレプリカを製造して、売却するつもりである、ということを耳にした。これは二人の約束を保護にするものであり、スコットはヘイドンクに中止するよう説得したが、雑誌、アートインアメリカの1972年7月号に、 レプリカの全面広告が出された。広告の内容は、彫刻家のサインが入った、フォール・アストロノートのレプリカ像950体が、ニューヨークのウォデルギャラリーから750ドルで販売されるというものだった。この販売に関して NASA から否定的な意見が出された。あと、ヘイドンクは、レプリカ製造の許可を撤回し、結局レプリカ像が販売されることはなかった。 2007年9月付のヘイドンクが書いた手紙には今まで50体のレプリカ像が作成されそのほとんどは自身が未だ保有しており多くの売却の要望があったにもかかわらずただ一つを除けばその像によって金銭を得たことはなかったと書かれていたヘイドンクはベルギーのルソワール氏によるインタビューの中で本来この彫刻は宇宙飛行士だけでなく 全人類を表現したものであるはずであると語り、最終的にこの彫刻が宇宙開発マニアにとって記念的な扱いをされていたということを知らなかったと述べている。ありがとうございます。